京福バスターミナルが入居していた福井県選挙、ビル京福バスターミナルは、京福バスがかつて、福井県福井市に設置していた、バスターミナル。福井市中心部に位置し、福井鉄道、福武線が分岐している後サロの、大名町交差点北東角に立つ福井県選挙、ビル1階に1966年12月に、開業。選挙ビルが竣工した同年から運用を開始、 開業当初は福井バスターミナルの名称が使用された。同じく入居していたニューマル線専門店街にちなみ、マル線がバスターミナルやビル全体を指す通称としても用いられていた。高速路線バスなどについては2009年5月22日より発着場を福井駅東口ロータリー内へ変更し、本ターミナルへの乗り入りを終了。 乗車券発売所もその近くの越前鉄道福井駅横に移転した。そして施設自体の老朽化と利用者の減少などにより、2009年10月15日に2009年度末をもって廃止されることが発表され、2010年3月31日で営業を終了した。2016年3月には福井駅西口にはバスターミナルが整備され、 高速バス以外の路線バスの発着場はここへ集約された。なお、選挙ビルは老朽化に伴い都市再開発として建て替えされることになり、現在の選挙ビル所在地には強立メンテナンスが、ホテルと立体駐車場を整備する予定となっている。旅客向け設備として券売機と出発窓口、売店、自動販売機、公衆電話、コインロッカー、 待合用ベンチ、入事室を有していたが、券売機、出札窓口の使用は2009年5月21日、限りで停止し、福井駅、東口広場に新設した、同社チケットセンターへ、昨日移転した。なお、一般路線の回数券に関しては、福井駅西口と本ターミナルとの中間にあった、同社福井駅前案内所においても発売していた。トイレや飲食は、 ビルの施設を利用できた。また当機には、待合スペースの一部を半透明のシートで囲い、その中へ暖房器具を設置していた。出入り口は、南西側、西側2カ所のほか、ビル北側玄関が利用可能。ビル近いからは、福井鉄道旧市役所前駅の福井駅前、越前竹尾方面乗り場へ通じる地下道があったが、市役所駅前駅の改良工事に伴い、 2017年7月30日に地下道から乗り場へ上がる階段が閉鎖された。乗車バース及びプラットフォームは1番から10番まであった。各改札口正面に運転席を向け垂直に近い角度で横並びに駐車し、毎正時から10分ごとに一斉発車していたダイヤとなっており、発車5分前から各プラットフォーム手前の改札口で乗務員による改札が行われていた。 また、同社では2、扉車の場合後方の扉から乗車していたのが原則であったが、例外として、本ターミナルでは前扉から乗車していた。かつては事前に乗車券類の購入が必要であったが、当初での出刷業務を停止したため、定期券、回数券等を所持しない乗客についてはそのまま乗車できるようになった。時刻表は、改札工場型に路線名ごとに、 縦書きで並び、各、ホームごとの出発案内は1から8番が、伝承式で10分前の便出発後に、当該行き先部分が点灯していた。県外方面便専用の10番は、巻き取り幕式で先発及び、次発の時刻付き表示となっていたが、同乗り場の使用を停止したため白紙状態であった。ターミナル構造から、入り出場の携帯も日本国内では、 数少ないスイッチバック方式が採用されていた。車両は北側の福井市役所方面から改装入場し、原則10分前一斉の出発時は、奇数、バースの車両が一旦交代後、バース番号の若い順に南側の中央大通りへ左折し、福井駅方面にへ出場、続いて偶数、バースの車両が同様に出場してゆく。 バスが大通りへ出る部分の横断歩道は通行者数が比較的多いためバス出場時にのみ停車現時していた歩行者自転車専用の信号機が設置されていた本ターミナルを出発していたすべての一般路線は大通りの中央分離帯を挟んで反対側にあった福井駅前市内バス乗り場へ停車していたため約500メートル東にあった福井駅交差点まで 進み百八十度展開していた。多数の路線が出発していた本ターミナルであったが、反対に、京福バスターミナル行きと表示していたバスは、存在しない。京福一般路線バスの福井市街、中心部方面行きは、原則として、中央大通りにあった福井駅前降り場を着地としていた。観光庁、事務所、商店、宿泊施設等が密集している地区にあった。AB 京福電機鉄道50年の歩み京福電機鉄道1993年2月24日41ページ福井県市年表福井県立図書館2020年11月3日閲覧 JTB 福井で使えるナイスショップご利用加盟店一覧 JTB ギフトシリーズ2020年11月3日閲覧福井まちづくり年表まちづくり福井へとあるまる 福井市ベーカリーローラ、グルメライブラリー2020年11月3日、閲覧、京福バス、選挙ビル発車場終了へ、中央大通りへ一元化。福井新聞、2009年10月19日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年9月30日閲覧、選挙ビルのバスターミナル廃止へ、朝日新聞、2009年10月17日閲覧。AB、 数減らす、スイッチバック式、バスターミナル背景に、駅前広場の変化。乗り物ニュース。https コロンスラッシュスラッシュ traficnews.jp スラッシュポストスラッシュ599052020年9月30日閲覧。福井駅、西口広場の電車、バス乗り場の開業について福井都市とし、戦略部地域交通化。 福井駅西口交通広場が開業福井鉄道。福井駅伝定も。福井経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュ fukui.keizai.biz スラッシュヘッドラインスラッシュ236スラッシュ2020年9月30日閲覧。福井県選挙ビルに、ホテル誘致建て替え計画で数社と交渉中。福井新聞オンライン。 オリジナルの二千二十年九月二十七日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20200927092723/https www.fukishimbun.co.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ8005852021年2月4日閲覧。福井、選挙、ビル建て替え後後地に、ホテル建設。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。 ジャックスムズ 46363660QQA620C1LB0002020 年9月30日閲覧市役所前停留場の工事が本格化福井新聞オンライン2018年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年2月4日閲覧ありがとうございます